ミラン・イェヴトビッチは、セルビアのサッカー選手。ポジションは MF、または FW。FK ボラツ茶着の下部組織出身。2012年にトップチームに昇格。しかし、2015年には半年に及ぶ、給与未払い問題が発生。彼もまたストライキに参加した。このストライキは、ネナド・ララトビッチが監督に就任したため中断、成績も良くなったために解消された。その結果として2015年12月2日のセルビアカップ2回戦でのレッドスター・ベオグラード戦が挙げられ、この試合でボラツ茶着はレッドスター・ベオグラードを 1-5 で破った。2015年夏にラス・クリンツに移籍。その直後にボラツ茶着に期限付き移籍した。2016年は FK ボでグリムトに期限付き移籍。2016年夏にアンタルヤスポルに移籍金250万ユーロで移籍。しかし加入半年での出場時間はわずかに64分と非常に厳しいものであった。結果としてローゼンボリ BK に期限付き移籍し出場機会を得た。2018年6月22日にレッドスター、ベオグラードに完全移籍。2020年1月にオポエル・ニコシアに期限付き移籍。ありがとうございます。